まもなく開演でございます。始まりは美しき橋の上、水面を見つめる美しい瞳の少女、それを見かけた青年、二人は恋に落ちた。青年の名はモンタギュー家のロミオ、少女の名はキャピュレット家のジュリエット。しかし両家は古くから代々争いが絶えず、お互いに憎み合う関係であった。ああ、ロミオ。なぜあなたがロミオなの？あなたがモンタギュー家の名を捨ててくださるのなら、私もキャピレットの名を捨てましょう。ああ、ジュリエット。ジュリエット。ジュリエット。君に永遠の愛を誓おう。バラが名を変えてもバラであるように、ジュリエット、君がどのような名であろうとも君に変わらない。愛しているわ、ロミオ。ああ、永遠に。いやよ、ロミオ。あなたとはずっと一緒に生きて末永く共に暮らしたい。しかし運命は二人の仲を引き裂く。とある事件により両家はさらに激しくお互いを憎むことになった。二人の境遇を見かねた修道士ロレンスはジュリエットに一つの提案をする。ロレンス様、このままでは私は望まぬ相手と結婚させられてしまいます。逃れる方法はロミオと一緒になる術はないのですか？ジュリエット、この薬は42時間の間だけ死人のようになることができる。これを飲んで死んだとされたなら、目覚めた後にロミオと会うことができるだろう。わかりました。たとえ命の危険があろうと、ロミオと共にいられるなら何を恐れることがあるでしょうか。しかしこの企みをロミオへ知らせるべき手紙を従者バルサザールはその途中で失ってしまう。そしてジュリエットの死を知らされたロミオはジュリエットが眠る霊廟へ忍び込み、そこで悲しみに暮れる。ああ、ジュリエット。君がこんなことに。まるで生きているようなのに。君のその美しい瞳が僕を見つめることはもうないのだろうね。これが最後の口づけだ。君と共に争いのない世界へ行こう。愛しいジュリエット。悲しみに暮れたロミオは毒を煽って自ら死を選んでしまう。そしてやがてジュリエットは目を覚ます。そんな、あなたなの？
ロミオ、どうして、どうして、ロミオ、あなたの唇が私の名を呼ぶことはもうないので、でもやっと一緒になれる。二人の若き恋人たちの死はやがて憎しみ合っていた両家の知るところになった。醜い争いは終わりを告げたが、二人が戻ることはなかった。